どうも田中健一です。3分学習大学受験英語基礎の基礎始まります。ハゲ呼びもっと光をポンスポーンポンスポーン。今回の課題文はこちらですね。まあ特に英作文で気をつけてほしい話を申し上げます。これですね、訳例から見ていきましょうか。数は一夜にして国民的英雄になったというたというのを見たら過去形にしたくなるんだけど、そうじゃないこともありますよ。英語の場合は現在完了になることもありますよというところに気をつけてほしいんですよ。過去形ってのはこんな表現ですよね、現在完了ってのはこういう表現ですよねっていうのの深入りはこの講座ではできませんので、各自が総合英語や英文法の本で復習をしておいてほしいんですけれども、とにかく今回お伝えしたいことは、たってあったら何でもかんでも過去形とは限らないよと、現在完了の場合もありますよと、このことをお伝えしたかった。で、過去形になるときは絶対じゃないんですけど、多くの場合は昨日ねとか学生の頃ねとか先週ねみたいな過去を表す副詞、これがあったら過去形の過去形になります。なかったら現在完了かもねというふうに考えてほしい。ちょっと時間に余裕があるからさらっと言っちゃうと、過去形ってのはもう今とは現在とは切り離されてます。で、現在完了ってのはもう今とも関わってますという大きな違いがありますから、ここは気をつけてください。とにかくたとかしたとかね、だったっていうのを見て何でもかんでも過去形にしないでね。これが今回のお話でした。もう毎回毎回ですから、これで42回目ぐらいですか、副文のお願いをしております。このハゲ呼びでもツイッターでもいろんなところで副文と言ってますから、最近では複数の出版社の方からこの副文についての本を出しましょうっていうお声掛けをいただいております。皆さんはその世間にね、副文が知られる前から副文をやっている、副文の子さんであるという誇りを持ってこれからも勉強を続けてください。オンラインサロンやってます。こちらでも、副文ももちろんやってますし、読解の和訳の添削もやってますからね、よろしければご参加ください。10大ドリルシリーズ、こちらも大好評発売中でございます。先日、読書ダルさんが、ウェブ記事で紹介していただきまして、また、多くの人に知っていただくことができました。ありがとうございます。チャンネル登録、そして高評価グッドボタン、こちらが私の更新の励みになりますから、ぜひともよろしくお願いいたします。おっと、画面がここで終わった。もう一枚本当はページがあるんですけどね、切り替わらなかった、言い忘れた。ということで、今回もご受講いただきましてありがとうございました。また別の動画、他の授業でお会いしましょう。さようなら。